い、というわけでですね、ガズレレ YouTube チャンネル今日は始めていくんですけど、今のフレーズ聞いていただいていいじゃないですか、これいい感じだと思いませんか、ということでね、ガズのですね、この動画、この間どんなことでも聞いてくださいっつってですね、質問募集をしたところですね、もう何名様の方からかですね、ガズがね、なんかこうウクレレをパッと手に取った時にこう試し弾きする、このおしゃれなやつ教えてほしいですっていうコメントをいただきましてですね、あ、これはじゃあちょっとご紹介しようかなと言って、今やったフレーズをですね、これからちょっと濃厚解説していこうと思います。これね、このフレーズみたいなのって僕もね、何にも考えずに適当に弾いてるんですよ。本当に。なんか別に曲があるってわけじゃないんですけど、まあこうやって弾いてみると気持ちがいい響きでしょ、これをぜひ皆さんご体感いただきたいなと思うんですけど、こういうのがね、できるようになると何がいいかというとですね、なんかちょっとウクレレ、さらっと弾いてみてよとか言われた時に、つってこう。で弾くとなんかかっこいいし、あと、楽器屋さんとかでウクレレの試し弾きをしたいとき、ちょっと試させてください、このウクレレとかいう時に、こういうの弾いてみるとですね、あ、いつものこの手応えがちょっとわかるかな、みたいな感じで、おすすめですね。ウクレレを試奏する時の、こういう動画もアップロードされて、これも見てもらえ、概要欄に貼っときますけどね、ウクレレの試し弾きで何弾いたらいいかわかんないという方、これも参考にしてもらいたいんですけど、そんな時もこう活用できるかなというふうに思います。ガズがいつも弾いてる、おしゃれな、フレーズを徹底解説動画やっていこうということでございます。まあ、とはいえですね、このガズレレ YouTube チャンネルは、どんな方でもウクレレで楽しく弾き語りしようということの、YouTube チャンネルでございまして、基本的にはね、コード弾いて歌う、これが楽しいんです。ぜひ簡単なんでね、まだやったことない人、それから始めてください。ガズレレで始めるウクレレの始め方 URL、概要欄に貼っておくんで、そこで基本を学んでくださいね。今日はかなりですね、応用編というかレベルはちょっと高いかもしれないんですけど、まあいずれこういうのをね、こうゆったりと奏でられるようになるといいかなというふうに思いますね。はい、じゃあ早速、レッスンスタートしていきましょう。まずコード進行で言うとこういう感じになりますね。 F メジャー7、はい、F メジャー7分かりますよね、これね。はい、ここにちょっとコードダイアグラムを出しておきます。その次、E マイナー7、その次 D マイナー行って G7 行って C メジャー7という感じのこのコード進行なんですよ。で、この間に要はいろんなことをやってるわけです。これガズさんもいつも適当に弾いてるから、なんか思いもよらぬフレーズを弾いたりするんですけど、今日はそういうことをちょっと抜きにして、基本的にもうパターンをちょっと作ってみましたということです。まずリズムをちょっと解説すると、最初いきますよ。 F メジャー7、1、2、3、4、かっこいいでしょ、これ。これ、最初に、なんかこう、アルペジオなんだけど、ちょっと16ビートっぽいアルペジオ。これがいいんですよ。ダントトン、パトトン、ドラン。いい響き。この F メジャー7の響きは、心地がいい。その次、E マイナー7ですね。今もちょっと気づいた？E マイナー7押さえるとき、この1弦をですね、後から追っかけてくる。ハンマリング音っていうのを入れてます。よく聞いてて。ドゥルルッタラーンって、ちょっとこれがおしゃれなんですよ。これハンマリング音っていうんですけど、ちょっと一弦をじゃあ開放弦で弾きますよ。そして、左手だけでこうハンマーみたいにこう叩きつけるわけ。それを3弦の2フレット Em7 のここは押さえたまんま、これがかっこいいです。もう一回最初から。F メジャー7か。せーの。せーの。いいね。ここ。いいでしょ。これゆったりやってくださいよ。優しくね。その次、D マイナーから G7。今も追っかけてくるの分かる？これ、D マイナー7の場合、このね、2弦の1フレットをダランって追っかけてくるの。分かる？ハンマリング音です。G7 も1弦の2フレット追っかけたらいいかもしれないね。はい、ここ。わかる？ Dm から。はい。その次 C メジャー7。はい。で、この C メジャー7っていうのは1弦の2フレットなんだけど、この間に2フレットからどんどん動くのもありです。でも、ちょっと C メジャー7やってみますよ。今やったのは、2、3、5、7みたいな感じで。フレーズにしてみました。同じですよ。C メジャー7は1弦の2フレットだから、弾いてそのまんま、みたいな。こ
っちの右手もよく見といて、はい、こんな感じでやってみようかなと。じゃあゆっくり、最初の F メジャー専門からいきます。せーの、溜めて、ハンマリング音で追っかけるよ。でしょ、これはね気持ちがいいんですよ。だから力入れるとバキッて音になっちゃうから、優しくで、いつも弾くよりねこっちに行った方がこういうフレーズはいいですよ。響きがねマイルドになります。こっちで弾けば弾くほどマイルドになる、こっちで弾くば弾けば弾くほどちょっと カッチカチの音になるから、こっちでね柔らかくマイルドに。ちょっともう一回、じゃあせーの、優しく、ここまでできたらもう本当にね最高ですからね。ただこれやっぱ基本的には16ビートのアルペジオね、ダンツトンツタバッパン、うん、ダンツトツタッとパン、この弾き方ですからね、このタイミング、ビブラートをかけたりして、これがまず1番目のパターン。これね、気づいた方いるかもしれない、今日今やったフレーズって2つのパターンしか出てこないんです。じゃあ次の2つ目のパターンいきます。次 Dm、 これも最初とさっきと同じように1弦の2フレットじゃない、2弦の1フレットをこうなんですけど、今度から16ビートのリズムに入っていきましょう。このねこのビートが、ね、出せるかどうかが、ちょっとこれがね、結構な16ビートの大きいノリ。ちょっと Dm で練習してみましょう。このゆったりした優しい16ビートができないと、ちょっとこれね雰囲気が出ないんですけど、まあ、ここもねなかなかしなやかにいってほしい。で、いつも言ってるけど16ビートの時はこう肘から動いていったらこうなりますよ。これはダメですからね、もう優しくね、手首でこっちから見るとダメな見本は、これダメですかね、力がバキバキになっちゃう、優しくとろかすように、はい、こんなフレーズが基本になりますから、じゃあコード進行で言ってみると、ハンマリング音で2弦の1フレットを、次 G7 です、次は Em7、 Am、 はい、たったこれだけです。 Dm、 G7、 Em7、 Am、 このコード進行なんだけど、それだけじゃ済まないのがこのフレーズのカズさんのやり方でございます。ちょっとやってみると、まず Dm ね、今よく分かんないフレーズできて、 Dm 押さえたまま2弦の3フレットとか1弦の3フレットを押すわけなんですけど、その次の G7 の時に1弦の3フレット、ここの音がまたいでるのもかっこいいなと思うんですよ。 G7 押さえて1弦の3フレットってことは、これ G7 サス4のコードなんですけど、ちょっとよく聞いててね、ゆっくりいきます。分かった、ここの1弦の3フレットの音が G7 と Dm から G7 にまたいでる、こういうのがねちょっとおしゃれかなと思って、ちょっともう一回よく聞いててね、せーの、で 2フレットに移るみたいな感じです。ここのフレーズがちょっといいでしょ。もう一回せーの、こんな感じなんだよね。だからちょっとこういうリズムかな、だね、 Dm で、ここの G7 の時の 3フレットから2フレットに行く時も追っかけるハンマリング音、
こんな感じですよ。じゃあフレーズだけ、Dm から G7 のフレーズだけで2弦だけでやってみようかな。わかる？でんだてて、て1弦の3フレット。こんな感じのタイミング。せーの。で、ダラダンダダガダガ。いや、いい流れ。で、この後 Em7 です。この G7 sus4 から G7 に行った後、Em7 は、中指離すだけです。人差し指離すだけで Em7 でしょ。で、ここの間で、この、ハンマリングを入れる。これがいいと思うんで。はい、わかる？この、ハンマリング音がね、とにかく多いんですよ。これ、ハンマリング音っていうの、まあね、めちゃくちゃ濃厚解説してる動画もあるんで、これもちょっと見てもらって概要欄に貼っときますね。プリングオフとハンマリング音っていうんですけど、ちょっともう一回 Dm からやってみましょう。せーの。Em7 で、ここで、ダラダンダダンダダ、かっこいいでしょ。その次 Am なんですけど、ここがポイントで、Am 抑えるのと一緒に、1弦の2フレット、つまり Cm7 の音も一緒に抑えて、この音がいいんですよ。これがね、とっても刹那な、いい雰囲気を出すの。で、これで、Am のところで、一緒に今、1弦の2弦、2フレットを弾いてるわけでしょ。23って感じで行くか、あるいは20って感じ、1弦でね。1弦でちょっとフレーズを加えるといいと思うんですけど、Am の時に1弦の23と動くか、20と動くか、これね、交互に使い分けるといいかもしれないですね。ちょっとそういうわけで全体像を振り返って、繰り返してやってみます。Dm から。1、2、3、4。こう本当はね、ガズさんもこんなに風に決まりきってなくても適当にやってるんですけど、今回はまあ、一個ね、レッスンとしては型を作っとかないといけないからね、まあこれにちょっとしてみようと思います。で、また戻るわけです。要は、さっきやった F メジャー7から始まるのがパターン1でしょ。今やった Dm から始まるところがパターン2。これを繰り返していけばいいんですよ。で、これ3回くらい繰り返すともう結構な時間経ってますからね。で、また戻ってみましょうか。じゃあ最初のパターン1。今度はより静かに弾いたりなんかするわけ。さーっと解説するとこういう感じなんですけど、なんとなくこう分かりましたかね。この16ビートのこのふんわりするところ、 Dm のところのこのビート感がやっぱ大切になると思いますね。なんでこのアルペジオとこの16ビートの優しいフレーズのミックス、あと強弱を、これ結構大事でね、本当さっきまテンポもこうやって遅くなっていいですよ。みたいな感じ、この抑揚をつけて、テンポもきっちりじゃなくて、こうゆったりしていくのもいいと思います。はい。これが、ちょっとこれを一個の、型として、皆さんそれぞれの、なんていうのかな、雰囲気、自分が入れたいフレーズ入れてみてもいいと思いますよ。いろいろこれ可能性があるんですよ。ただこれは最初の、土台としてこれを、マスターしてもらうのがいいかなと。ここから発展させていくのがいいですからね、皆さん。はい。こういうフレーズを、奏でられるとなんかね、こう、心地がいいということでございます。
で、今回ね、せっかくだからさ、今、話題のこの G-BOX、このアンプに繋いで最後、ちょっと、まとめの演奏をしてみようと思うよ。はい、そういうわけでこれ、G-BOX、入れてみましょう。はい。ケーブルを、これ G ラボのケーブルですよ。G ラボのケーブルをこう接続しまして、インプットを入れて、ちょうどこれイコライザーの真ん中ですね。あとコーラスちょっと入れて、こんな感じで。いいでしょ。このね、アンプいい音するんですよ。これでちょっと今のフレーズを演奏してみようと思います。はい。じゃあ仕上げですよ。ゆっくり行きましょう。1、2、3、4。これ鳴らすっていうのもすごいいいでしょ。これね、さっきのここのウクレレの音もいいんですけど、こっからのね、音のミックスして、またこのとろけるサウンドもたまらないんです。G-BOX めっちゃいいですよ。もうこれもいいけど、これもいいみたいな感じです。ぜひこのアンプのね、詳細もね、紹介動画貼っとくんで見てもらいたいんですけど、まあこんなの音の隅もね、まああるぞということで、あ、それ一個忘れてた。最後のフレーズをちょっと、解説しておきましょう。今最後やったのはね、G7 で2,3で最後1弦の10フレットと2弦のこれ7フレット2弦の7フレット8フレット7フレットこんな感じでやると、こう僕ガズさんよくこのエンディングでやります。1弦の10フレットと2弦の7フレット8フレットみたいな感じ、いいでしょこれ。はい、エンディングでよく使えます、カズさん。はい、こんなのもちょっと織り交ぜてやってみてくださいと。いやー、このフレーズ弾けるようになったらですね、かなりいい感じです。はい、弾き語りもいいですけど、ね、たまにはこうやってね、ちょっとこうブレイクするというか、なかなかいいこのコードの響き味わっていただければというふうに思います。楽しんでください。はい、11月11日ガズレレの日、渋谷でイベント開催します。ちょっともうちょっと時間待って、時間だけがもうちょっと決まらないんです。申し訳ないです。今のところはスマホにですね、皆さん、11月11日はガズレレの日でガズさんと一緒に大セッションをする日だぞと予定に入れといてください。詳細は、次の週までに公開できる予定でございます。よろしくお願いします。あと、これ。スタッフ募集、G ラボ運営スタッフ、このウクレレ、これをですね、全国の皆様に笑顔と一緒に届けるお仕事をですね、しませんかということで、こっちのチームに入ってジョインしませんかというね、スタッフ募集してます。概要欄に詳細貼っとくんでチェックしておいてください。それでは皆さんごきげんよう。素晴らしい秋の芸術に、このフレーズ、音楽の幅を広げていきましょう。それではね、バイバーイ。